この試合のレフェリーはピエトロ・チェッカリーニさんです。この試合がセリエ A の試合を担当すること122試合目です。そのチェッカリーニさんが今時計をチェックしています。今入れてサイドを使おうというのは手始めのパスでしたけどもね、間接フリーキックでした。さあロナウド深いところまで帰っています。そしてロナウドです。ロナウド、あっとこれは前ファウルだ。これは前サイダー、ユリアーノ、ユリアーノのファウルですね。ロナウドはここまで22ゴール得点を争いのトップです。縦に抜けていった、ここはモンテーロです。一瞬早くボールに触りました。良かったですね。そうですね、最後ポストに当たるんで喜んでましたね。そうでしたね。さあロナウド前には3人いる。そうタックルはフレージが拾っています。フレージからロナウド、ロナウド、あ、前に大体2人いますもんね。いやシメオネがイエローだろうと言ってますが、かなり苦しそうという22人の中で一番若いんですよ、はい、若いんですけどやはり、マークはロナウドがいった、とわずかにクロスバーをかすめてネットの上でした。いや高かったですね。ギリギリに来ました。今シーズンはフリーキックから4ゴールを挙げているロナウド、強かったですね。結果は190cm、31歳。ロナウドがここでボール持ってますからね。持ってますよ。カロンネーズが縦にボールを送る。モンテロのヘディング、ロナウドいいジャンプをしました。ジョルカイフシュート、とポストの右、ボールに関係のないところでコロンネーズとデルピエロがちょっとやり合っていました。ここでまたユベントスにファールがありました。ここはユリアーノのファールでしょうか。あのね、デシャンが必ずこう挟みに行くんですよ、ね、やっぱチームとしての約束事なんでしょうかね。そうですね、あっとロナウド抜けていった、シュートはポストが右、今日初めてロナウドらしさが出ました。このスピードですよ、あっという間に抜けていきますよね、これを出させちゃいけないっていう、まあ、一緒にこれ2人だからもう、もうタックルがいけない状態になってましたからね。タックルしたら後、このロナウドと誰がコンビを込むのかっていうのが見えないんですよ、さあインザギタイムは1分取れました。ちょっと体が行き過ぎていました。足をすくわれています。インザギ大丈夫でしょうか。ちょっと足を抱えています。壁のところでは激しいポジション争いです。ロナウドが行った、いっぱいを狙った、いや素晴らしいフリーキックだ。後半開始早々3分というところで左手に送ってシメオネ、インテルの選手が一人倒れています。さあロナウド前にサモラーノがいましたがパスが出せません。そのロナウドに対するファールとして次の試合は出られません。この形になるとですね、もうなかなか追いつかないためにユリアーノですかね、インテルの選手とにかくスピードがありますからね。今袖口を、チームのどちらかに絞られたと言っていいでしょう。ロナウドが走ります。トリチェッリ、サモラーノ、サモラーノがいった、サモラーノがいった、あっと絡みだ、さらにロナウド、あっと前を押された、笛はない、笛はありません、笛はありません。リッピ監督が出て一人一人というかですね、中心ディリーブを呼んだり、パニッツを呼んで、次のことを指示してますよ。そうでしょうね。このシーンはね、この後ですよね、完全に、これね、オーストラクション、今のはユリアーノですよね、ロナウドがスタートしました。シュート枠に行きませんでした。いや今のは先ほどもありましたよね、後半の頭に、それとは逆に同サイドを蹴りましたけどね。今シーズンはセリエ29試合に出て22ゴールしかインテルの、さあロナウド、ロナウド、ロナウドシュート、とちょっとボールの抑えが効きませんでした。ちょっと焦りのような感じもね、そうですか、見受けられましたよね、ここで自分もう少し行っても良さそうな気がしましたがね、飛んでいくか落ちるのもうちょっとしっかり待って、もう少し待って打ったら、逆サイドにドライブがかかるか同サイドの形になってるか、あと入れたらいいと思います。ロナウドシュート、とキーパーパンチング、いやいやいいショットでしたね、いいシュートでしたね。
押しブラックはあまりにもキーパーの正面でした。さあ、ここはロナウドは行きます。低いボールだ。ヘディングで、さーっとこれはファウルか。ファウルの笛はありません。ロナウドです。ロナウドボールを持った。プレイジ。サモラの頭です。そうですね。あ、ロナウド、まあ、フリーだ。左足でシュート。抑えが効きませんでした、ロナウド。1対0。ユベントス2位のインテルを下しました。インテルの選手が1人2人ピッチの上に仰向けに倒れています。